撮影部屋なら分かって当然、撮影部屋のものの数値当てドボンゲーム。ハルキと、のせと、もっちと、今回告発&ゲームを持ってきたんですけど、まあ、ハルキの部屋って本とかフィギュアとか、はい、いろいろあるじゃないですか、ものが。そうですね。まあね、そんなね、ハルキの部屋なんですけど、はい、僕たち使ってもう1年以上経つんですよ。そうですね。まあね、そんな僕らなら、はい、まあ、ここのね、部屋のね、ものの数値とか、はい、ものの個数は理解してんじゃねえかと。あー、この1年間出るからも把握してんじゃないかもね。そう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 。なるほどね。だから僕はこのゲームを持ってきました。はい、今回のルール説明をします。はい、まあ、まずハルキの家のものって、はい、結構いろんな数値に溢れてると思うんですよ。おっていうの例で言ったら、もう机の高さとか、はい、いろいろあると思うんですよ。はい、それを、まあ、最初に上限の数を決めます。はい、例えば50とか、まあ、100とか、まあ、今回は100にします。はいはい、例でね、ワンピースの数とかだったら80、はい、6巻かな。そうですね。まあ、実際これ全巻揃ってないんで、関数は大体違うあれですけど、まあ、そういうところもおもろいんじゃないですか。まあ、まあそうだね。まあ多分わかんないけど、まあ多分80冊ぐらいあると思うんですよ。例えば最初、まあ例がね、ワンピースって言っても80だとしたら、はい、載せは残り20の間の数値にありそうなもの、はいはいはい、そのものとか、まあ大きさとか、はいはいはい、を選んで、まあギリギリを攻めようぜっていう。ああ、ね、でドボンした人が負けっていうゲームね。負けっていうゲームです。なるほどね。あと今回ハルキが家主なんで、はい、まあ、ゲームマスターとしてね、はい、やってくれてるんですけど、はい、まあ測ったり数えたりしますよ。そうですね。よし。主なプレイヤーとしては僕ら3人です。雑用だけどね、ゲームマスターと言いながらね。言っちゃえばそうなんですね。名前かっこいいけど雑用だからね。めんどいもん、数えるの超めんどい。ということで今回は撮影部屋のものの数値当てドボンゲームをやっていきたいと思います。やっていきましょう。はい。上限どうしますか。あー、どうしよっかね。僕がゲームマスターなんですけど。そっか。そうだった。そういえばどうしますとか言って。僕はルーレットが面白いと思うんですけど、560。うわー、でかっ。ルーレットどこ行った。関係ないよ。もっちか。そうだね、俺から行こうかな。はい、560か。まあ結構攻めてもいいんじゃない。そうだ、もう最初にありえんぐらい攻めていいですか。いいよいいよ。俺ね、ここのね、部屋に来てね、知りたいものが一個あって。おっ、ハルキンちってベイブレードめっちゃあるんですよ。わあ。じゃあメタルファイト、ベイブレードに限った数で。おー、あー、そういうのあるんだ。メタルファイト、飯おごれよ。じゃあ始まりました。世界で一番めんどくさいゲームマスター、まだ？うわぁ、そんなことある。つまずいた、普通に。未開封のもあるし。あー、それはいいわ。なんか、とりあえず俺が保管してるのそれだから。それでいいかな。すごい、確かに。メタルファイト、ベイブレードの数。はい。はい。はい。82です。うわぁ、82。糸押し。俺か。はい。じゃあ、まあ、ボードゲームの数かな。あー。無難だね。無難、無難。出ました。はい、36個です。おー、36。まだまだだね。まだまだ。僕ですね。はい、まあね、入ってパッてここにあるね、大量のガチャガチャのようなものがあるんです。はいはいはい。あっちに飾られてる動物のフィギュア。動物のフィギュア。動物のフィギュアで、シュクレルプラネットと、まあ、いろいろあるからね。まあこういうのっすね。そうそうそう。結構いくんじゃないこれ。動物100いくんちゃう。100いってほしいよ。まあ予想180ぐらい。まあでもフィギュアが一番多いよね。そうね。出ました。おお、僕の部屋にある、はい、動物のフィギュアの数。怖い。232。おお、結構いったな。多いねー。多い多い多い。ここで、はいはいはい、ホワイトボードを募集します。えー、えー、計算できない。はい、この部屋に服ってあるよね、ここの後ろに。ありますよ。あるよ。いやー、でもな、全部の服はめ、全部の服。よし、おー、いった。え、結構多いよ。いや、100はない。下抜きで、上だけトップスってこと、ね、そう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 。上半身、上半身、上着、上着って言ったらまた違うか。まあ、いつまで肌着着てんの。肌着っていうの。出ました。出た、出ました。だるい、マジこれ。はい、何個でしょうか。俺の部屋に置いてあるトップスの数。はいはい、117です。うえー、おー、すごっ。
しかも今洗濯中のやつとかもうちょっとないやつもあるから120、30ぐらいあるんじゃない。当たんないやつもあるし。やば、多いな。強いか。まあじゃあギリギリを狙っていきたいなと思っている。おう、まあそれこそワンピースの漫画のある数です、存在する数ですね。はい、はい、今部屋にある。まあ全巻揃ってないし途中抜けまくったりしてるんで。はい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 、はい、はい、出ました。ワンピースの単行本の数、はい、84巻です。うおー、もうギリよ多分。相当ギリだと思うんだよね俺は。野瀬くん、はい、え、嘘でしょ。あ、セーフです。おー、ちょっと、おー、おーまあもう数ないでしょうね。うん、まあ、だからまあそんなにないでしょうっていうものいきます。おー、おー、この部屋の今ある部屋の食べ物の数。食べ物か。食べ物、食べ物ね、飲み物じゃなくて食べ物ね。探しますね。はい、蒸気でホットアイマスクとか食えるよ。お前それはパンはパンでも食べられないからフライパン食えるよってまあここにレイが持ってきたガム、うん、でカップラーメン、うん、そして俺が買いだめていたポテトチップス。おー、いいと思います、うん、以上3つですね。はいはい、おお、3つか。もっとあると思ったら、うん、レイ君、はい、セーフです。いやーなー、まあ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 、いやね、俺はね攻めたいんですよ。おお、ここにある見えないもので攻めたい。ボールペンの数。うおー、この部屋にあるボールペンの数で結構あんじゃん。ドボンするよそれは。だってボールペンってさバカみたいにあるよね。なんかまあ一本目、それがまず目に入ったのは、まあ、まずペン立てにあったやつ、うん、はい、いや結構あるよ。いや結構際どいかこれ。で筆箱の中にあったやつ。おお、これ混ぜないで。いや以上だな。おお、じゃあいい、ちょうどいい、いいぐらい、いいぐらいって言っちゃう。うわー、これ怖えな。11本ね。おー、うわ、おー、いいね、やってるわ。いいとこ行ったな。やってるわ。怖い怖い怖い。おちくん、ボールペンの数11本。はい、いったんちゃうこれ。いや、これはあるよ、あるよ。厳しいよ。結果、ギリギリ、はいはい、ドボンです。あー、